こんにちは。まあ確かにね、静江さんが飲んでるグラスが麦茶ではなくウイスキーに見えなくもないね。はい、お昼です。さて、お、ついにトタケ系のライブの日程が、あー、もう今日直で、最速で。おー、いいじゃない。はい、はい。いいえ、来てくれてありがとうございます。お、ふうたさんも豆と粒もいるね。うん。お、ミュージシャンっぽいこと言ってる。お願いします。みんな集まれ。おお。あれ、一曲だけか。いいね、でもね。達成感あるね。スタッフロールがこう流れてくるとね、ゲーム実況しててものすごい達成感があるんだけど、タヌキ1! ミスタータヌキ1、どうもどうも。まあちょっと達成感を味わってました。ああ、よかった、タヌキチが喜んでますね。おお、ありがとう。これ流しておこうかな、島に。はーい。それとね、はい、
あ、毎週土曜の夜に。なるほど。うん。いやー、タヌキチがやり手なんすよね、実は。ねえ、タヌキチはやり手ですよね。我々に自由を与えてるように見せかけて、全部手のひらで我々を転がしてますからね。新しいアプリも開発したんだもん。はーい。もうね、着信した時にコントローラーがブルーズっていう感じが結構気持ちいいんだよね。しまくりへ行った。あ、ここでようやく解放されるんですね。しまクリエイターはね、なんか YouTube で集まれ動物の森を検索すると、もう結構皆さん序盤から持ってましたよね。今もう島クリエイターで島を作るっていう動画がそこそこ人気だもんね。大体の島の開発を許可しちゃう特別なアプリ。あー、道を作る許可だけだけど、マイル交換でいろんな種類の道から河川や崖の工事の免許まで取り扱う。河川工事したいわ。ちょっと免許見に行きたいな。うん。ああ、住民の皆さん自身に任せちゃおうと思います。はーい、はーい。ふぅ、トタケケさんのライブを見終えて、一段落、一段落。これからも毎日楽しく気ままに過ごせますように。あ、たからって言っちゃったけど。一応多分今日の動画で、この集まれ動物の森のストーリー的な部分は、クリアなんですよね、多分ね。ゲームクリアして、今、クリア後の世界にいるみたいなノリでしょうね。ライブライフ。うわ。次10回だよ、10回。うん。しまクリエイター。このアプリではあなた自身の手で島の開発工事を行うことができます。敷設できる道や実施できる工事の種類はタヌポートのタヌキマイル交換で増やすことができる。また、開発工事によって身動きが取れなくなった時のために、周囲を片付けるお片付けサービスも搭載しております。詳しい操作方法は、アプリ内の使い方を見るをご確認ください。島クリエイターを使って、思いのままの島づくりにチャレンジしてみてくださいね。島クリエイターを使って島の開発工事を始めよっかな。まあ、ちょっと、軽く。工事の許可を取得しています。島クリエイターの準備ができました。プラスで行う工事の種類を切り替えることができます。はい、詳しくはね。おっマスどうした、何、あ、リアクション。うん。あ、やれやれを使ってごらん。やれやれなリアクションを教えてもらった。やれやれ。まあ、島クリエイター。あ、土の道しかないのか。まあ、試しになんだけど。まあ、これ別に裏でやっておけっていう話もあるんだけど。ここから?あー、確かに。うわー、ツンドラがいるわ。なるほど。こうやって、道をね、何?お元気そうです。あー、なんかあげるもの持ってないと思うな、まだ。そうだね。なるほど。でもこれはね、どうだろうな。結構時間かかるよね。
やろうと思ったら、動画でやるというよりも裏で作っておいて、できたやつを皆さんに見せる感じの方がいいよね、多分ね。ここ大通り的な感じになると思うんで、ここバーッとね、ここまでは多分この道を敷く感じになるね。うん、なるほど。でもいい感じじゃないですかね。これそのうちやっておきます。んーで、どうしよう。たぬき商店行き、たぬき商店行って、エイブルシスターズ行って案内所行こう。どうもどうも。あれ、これはなんか、あれだね、ホテルのビュッフェとかにあるやつでしょ。どうも。あ、株価チェック63ベルか。株95ベルぐらいで買ってあるんで、まあ僕は2割か3割ぐらい高かったらすぐ売っちゃうんですけど、まあ、普通の株と一緒ですよね。スープジャー、あ、スープジャーっていうの、高っ。はーい。で、これはチャイニーズティーセット。あ、これなんかおしゃれ、安っ。買っちゃう。はーい。で、これアウトドアテーブルはいらないから、一応これもね、これ使わないんだけど、一応コレクションとしてタッカー。タッカー。じゃあ次、エイブルシスターズに行きまーす。はーい。おー。三つおだ。エイブルシスターズ。うん、こんにちは。そうだね。まず、アサミに話しかけて。いや、まだ、あれか、心を開いてくれてないね。そっか。うん。まあ、試着室かな、とりあえずは。カウボーイシャツ、ちょっと違うんだな。あ、カメラ付きワイシャツはいいかもしれないな。これ買ってもいいな。貴族のコート、すげえ種類ある。あとは、あー、スカートね。スチームパンクな服、あ、あんまり好きじゃないですね。うん、そうねー。お、キュウリパック。反射鏡。メガネ。反射鏡とかはなんか欲しいから、買っておこう。ん？大丈夫だね。あとは、これは別にいらないから。あ、でも、あれか。一気に変えずけども、重複するやつは変えてないのか。まずこれだけ買おう。買っちゃう。いや、元の格好のままで。うん。あと反射鏡とキュウリパックも買っちゃおう。キュウリパックと反射鏡。でもこれやってるとまた収納がパンパンになっちゃうな。はーい。じゃあ案内所行きまーす。どうも。
うん。どうしよっかな。まあ、マイル交換でね、島クリエイター見るんですけど、島の評判一応聞いてみようか。でも、まあ、三つ星のままでしょうけど、まあ、いずれ評判を5にしないといけないんでしょ？まあ、そうですよね。うん。まあ、何が必要かっていう話をね。はい。ああ、自然環境か、また。自然環境の向上。ああ、木を増やせとか。なるほどね。まあ、まあ、徐々にやっていきます。まあ、でも今はしばらく島クリエイターですよね、多分ね。島クリエイターで、マイル交換で島クリエイター。河川工事ライセンス。あ、買える。崖工事ライセンス。ああ、アーチスタイル。石畳。組木の道。黒土、砂。テラコッタ、タイル。レンガの道。マイデザイン。なるほどね。島クリエイターの、まあ、河川工事はちょっと買っておきます。河川工事したかったんですよね。よう来た。うん。やったー。お、なんか、たぬきちが何か言いたそうにこっちを見てたな。あとは、まあ、崖工事もいずれ買うとして、このアーチタイルとか石畳とかをどうしようかか。悩む。レンガとかがとりあえず無難っちゃ無難だけど、転んだら痛そうだからな。石畳もでも、そうか。まあ、いずれ全部買うことになると思うんですが、そうですね。まあ、とりあえずレンガの道だけ買っておいて、様子を見る感じにしましょう。まあ、もしくはね、こう、その区域ごとで変えてもいいかもね。大通りは石畳だけど、なんか小道は、砂の道とか木の道にしてね。で、あとショッピングで、あんまり増えてないかな。これは持ってない。うん。こんな感じか。終了。んで、一応たぬき市に、まあ次何したらいいのかっていうのは、多分島の評判を上げろって言われるだけだと思うんだけど、何をすればいいの？うん。あ、何もないんだ。オッケーオッケー。じゃあちょっとね、河川工事してこようよ。うん、まあ、河川工事、分かりやすいところをどうしようかっていう、まあ、これは後で回収しますが、例えばここだと、ここの部分をね、ちょっと埋めたいなって思ってたんで、ちょっと試しにやってみましょう。新たに河川工事ライセンスの取得を確認しました。プラスで工事の切り替えができます。はい、OK。始める。はーい。安全第一。で、ね。あ、あったあったあった。これか。これで、プラスを押すと、あ、関係ないか。あ！あ、すげえいいじゃん。これ逆に
逆にもできるんだよ、ちゃんとね。河川工事の方がなんか好きだな、雰囲気。あ、ごめんごめん。問題というか、ここをね、なんか斜めにしたいときは？斜めに入れてやんの？いや、どうなんだろうな。斜めに工事したいみたいなときは？どうしたらいいんだろう。できないのかな？できるんだろうけど、ここをね、なんか斜めにしたいっすよね。この直角90度みたいになってるところね。これをどうするのかって話だ。あ、でもなんか斜めっぽくなるんだな。いや、違う。あ、なんかコツはいるぞ、でも。斜めにする場合は。なんかここを、なんかこういう、ちょっと斜めで入っていけば、なってるね。滑らかな、斜め。うわぁ、これコツが、違う。コツがいるだ。うわ、ここまでできた。ここ削りたいんですよね。ああ、そう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 。うん、まあ、ちょっとイメージしてたのと違うけど。ああ、そっちじゃないんだ。そっちじゃないんだ。ああ、そっちじゃないっすよ。そう、埋めて一回。ああ、これはちょっとコツがいるな、俺にとってはな。まあ、最初なんでね、ちょっとわからないっていうのもあるんですけど。まあ、ここもちょっと埋めて、一回こうやって作ってから、ここを、ちゃっちゃ、みたいなね。で、ここも、ちゃっちゃと。まあ、ちょっと微妙だけど。なるほど。これで、でも、行きやすくなったな、ここ、こう。ああ、一応、道的にはここも埋めておいた方がいいのかな？そうすると道がまっすぐ敷けるようになったんで、少しやってみようか。レンガの道、ここやってみようか。少しね、塗っておきます。塗っておくというか、塗ってみますね。はい、一応レンガの道を敷いてみました。いいですね。いいですけど、なんか崖の上はレンガというよりは、なんかこういう土の道の方が雰囲気いいのかなっていう感じもしますね。もしかしたらそっちの方がなんか自然と調和してる感じはするよね。そうね、なんか多分レンガとかは街中の方が綺麗な気がするな。都会はレンガの道で、こういう山とかが、こういう砂の土とか、ちょっと自然を残した感じにしてる方が、なんか景観がいいような気はしますね。よっと。で、やっぱりこう斜めは少し癖があるというか、一応普通にやると四角になっちゃうんで、ちょっとこう斜めで入っていって削るみたいなことだもんね。まあこれも、ああ、ちょっと待ってね。これもまあ動画外でね、今後やっていきたいなと、整備しておこうかなって思います。やっぱこう、砂の、ね、土の道の方がなんか雰囲気はいい気がするな。なくてもいいのかな。でもちょっと、まあな、
なくてもいい気がするね、道は。うん。まあ今後ね、こう頑張っていこう。僕はどちらかというとあれかな、河川工事でマップ河川工事だな、道というよりは河川工事で、そうね、ちょっと川の形を変えたいなとは思うんで、大規模河川工事をしようかなと。まあここはね、今後修正するとして、まあ例えばですね、ここがこう曲がってるんで、まっすぐにするとか、うん、なんかね、ここもなんかうまい具合に、ここ例えば河川工事で、ここがなんかちょっとね、そう、なんかこんな感じになっちゃってるんで、ここもちょっと軽く埋めて、こっちか。で、ここはもう出っ張ってるんで、ここはちょっと取るよね。間違って言えたところだから。違うな。やっぱむずいな。なんか、ここをなんかうまく削れないか。ああ、そう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 。ここ。ああ、そう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 。思ってたのはそういうこと。ああ、埋めた。違う。ああ、ほら、ね、これは、思ったより結構後ろから刺した方が、ああ、そうそうそう。なんか、こうするとちょっと綺麗じゃん？川が。こういうちょっとしたデコボコが。こういうのをね、直していきたいかな。あとはこっち側の、お、どうしたどうした？どうしても頼みたいことが。あー、全然いいよ。全然いいよ。すぐ釣れる。うん。まあ、後でやります。後で。今はね、島クリエイターに夢中。ここもね、ちょっと、なんか、自然のままになってるので、あと、こういうところもね、こう、きれいに整備して、まずは川をですね、きれいにしようかな。橋撤去になっちゃうかもしれないけどね。ここ、こうね、まっすぐこう、ビシーッとここまで行っちゃってもいいかなっていう気もするし。で、何回も作り替えとかができると思うんで、川の形とかをね、整えたいかなっていうのはね、考えてますね。はい。そういう感じで、まあ、とりあえず、今日の動画はこれくらいかな。明日以降ね、動画は別に、もしかしたらやることなくなっちゃうかもしれませんけど、新しい発展がなんか少なければね、毎日更新やめて、2日に1回とか、週1の更新にしてもいいかもしれないですね、今後ね。まあでも、島クリエイターができたんで、まずは、道を作るのと、そうね、川の形を整えるっていうのをね、やっていきたいかなと思います。はい、ということで今日もご視聴ありがとうございました。今日がいい日でありますように。ピヌさんでした。